絶唱は、大江賢治の小説作品、及び、それを原作とした、映画、ドラマ化作品である。鳥取県宝器町マスミズ高原には、絶唱の石碑があり、密かな恋愛スポットとされている。1958年10月15日公開。以下ノンクレジット1966年9月17日公開。 配給収入は2億4千万円以下ノンクレジット1975年12月20日公開。配給収入は9億1800万円1961年10月17日にフジテレビシャープ歌謡劇場を枠にて放送された。1965年8月2日から12月31日に TBS 連続テレビ映画枠にて放送された。 全130回、武田薬品の一社提供。出演者参照、福島民放1965年9月13日付け長官テレビ欄。1976年7月5日から8月27日に、TBS、顔愛の劇場は国で放送された。全40回、1981年3月3日から3月10日に、TBS、 火曜20時代連続ドラマはにて放送された。絶唱花嫁の泣き殻を抱いて、許されぬ恋の名作のタイトルで、1990年12月22日に TBS ドラマチック22枠にて放送された。ありがとうございます。